8月1日、マコタ大河原機所でガスラ運転する車で、カンカン競馬場に侵入し、椎骨を損傷させた事件が発生しました。9月23日の JRA 定例会見で、審判担当の技典準理士が時間について詳細な説明を行いました。道理士によると、車には候補査計にシュガトラ関係者1名が通称しており、外部の人間ではないと明らかにしました。会見では通称者への事情聴取の結果も報告されました。通称者は自主的に操車したわけではなく、ラチを外したのは川田元気職であること、通称者には指示する状況ではなかったことから、過失の程度は小さいとされ、処分は厳重主義に留めました。この説明により、通称者の責任問題については一定の決着がつけられました。また、一部報道で著書系に通称者が語っているように真似る写真が掲載されたことについても、グタリ氏は、が、ドーマンの証言から、それはないです。著書系には誰も載っていません。と強く否定しました。この発言により、著書系の通称者の存在については否定されました。この一連の会見に対して、ネット上では様々な意見が飛び交っています。特に、事故発生から1ヶ月以上経過したこのタイミングで、新たな仕事が発表されることに疑問の声が上がっています。一部では、報道側からの問いに答える形での発表であったのか、それとも JRA が自主的に新たな情報を公開したのか、情報の出し方やタイミングについても注目されています。全体として、この事件についてはまだ多くの区別が残されています。JRA からの公式な説明があったにもかかわらず、客観的には米がさらに深まった印象を与えています。今後も新たな情報が JRA から発表される可能性があるため、関係者やファンたちは引き続き注目しています。